ナミさん、おはようございます。今日も体のエイダーステーキングレポートありがとうございます。体のステーキングのナミさんが得た報酬が本日5月26日の時点で442とありますね。そして今日は5月の29日なんでちょっとタイムラグあるんですけども、 ADA の価格が169円ということで計算されています。ということで74,698円が今ナミさんが手にしている含み益ということになりますね。この含み益は体の脳値上がり益も含めた体のステーキングに限った、まあ、いわゆる報酬ですよね。ですからいわゆる元金1万エーダーでしたっけ、入れてましたよね。1万エーダーを計算すると169万が元金としてあるわけですね。169万に対して、まあ、7万5千円ぐらいの報酬ですから、そうですね、だいたい100万円換算で4万円くらいですか。だから 4% の今報酬が得れているという状態ですね。これが複利になってきますんで、これからこの報酬が増えれば増えるほど元本にそれが組み入れられて、この体のステーキングの報酬がどん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 増えていくってことになりますね。まあ、このね、体のステーキングっていうのも大きな魅力の一つなんですけども、まあ、詳しい方に言わせれば、いや体の魅力はね、こういうところにあるんだよ、ああいうところにあるんだって言うんですけども、当面私たちは自分の利益が増えていくことが最もね、興味の原動力ですので、そこは素直に受け止めてもいいかと思います。まず自分の利益を確保すること、それがまあ投資に参加した意義ですからね。そしてどんな投資をするかっていうのが次に問題になってきますけども、やっぱ社会的意義の深い、そういうふうなテーマを扱っている投資だと永続しやすいですよね。その持続可能な投資案件に私たちは体のエイダーってものを見出して、そこに資金投入したのが、まあ、ずいぶん昔になります。2015年ぐらいですかね。まあ、そのお金がぐっと増えてね、その増えたお金からまた報酬が受け取れるということで、体のエイダーステーキング素晴らしいなと思います。ぜひね、周りの人にも体のエイダーの素晴らしさをお伝えして、30億人の身分証明もない財布を持たない、そういったね、貧困で虐げられた人たちのための体のエイダーなんだ、そういう概念なんだ、暗号通貨なんだ、ブロックチェーンなんだってことをこれからももっともっと分かりやすく伝えていきたいですね。まあ、そうすると体のエイダーを購入する方がさらに増えて、体のステーキング報酬も増えて、体の価格もどんどん上がるということになってきます。多くの暗号通貨は私利私欲のために作られております。もちろん私利私欲でいいんですよ。ただ持続可能しようと思うと、私利私欲の他に社会的な利益、これがあることによって世の中がどう健全に美しく保たれていくかっていう、そういうね、建前も必要なんだと思うんですよ。その建前と私利私欲というね、そう中央を貫く概念、この2つが合致したこういったね暗号通貨ってのはなかなかないと思うんで、これをね、体の枝に見出していきたいなと思います。まあ、ビットコインもね、もちろんものすごいお金が流れてますけども、どちらかというとちょっと私利私欲が大きくなっちゃったのかなと私は思うんですよね、ビットコインっていうのは。やっぱりね、ビットコインの概念っていうのは本当に素晴らしいんですけども、初期の頃はね、もっともっと不穏な投資家が多かったですからね。やっぱりね、100万円とか10万円とかあの辺の時ですけども、まあ、今はどうですかね。やっぱりビットコインを購入する人っていうのはそれなりに余剰資金を持ってる人なんで、やっぱ何かビジネスかなんかで成功された方なのかなと思いますし、それなりの思考力を持ってる方がビットコインに参入してると思うんで、これからどんどん価格を増すことによって健全になっていくんじゃないかなというふうに私は思いますけどね。どうでしょうかね。じゃあまた体のエイダーのステーキング情報また送ってください。よろしくお願いします。